あグラウチ、これ押さえててくれる？お前は村の左側の家を塗って、お前は右側じゃ。忘れるなよ。おい、どこへ行く？まだ終わってない。ああ、ベイビーか。こりゃ臭い。ブラウチ、お前がおむつを変える番じゃなかったか。俺、ハンマーは嫌いだ。ああ、じゃあ誰かボランティアはいるか。一人も手伝わんのか。わかった、アンディ、お前の番だ。でも僕は昨日変えてあげたから。スマーフェットはなんかおむつ替えとかうまそうに見えるし。はっ、あっそう。ならあんたのおむつを変えてあげようか。さっさとやりなさい。頼んだぞ。誰もおむつ替えしたくないの？ちょっと待て、スマーフいいこと思いついちゃったぞ。ん？なんだ。何があった？わかんない。ハンディ、緊急事態なんじゃろうな。なあ、金は大事な時にだけ鳴らすんだ。なあ、本当に大事なことだ。みんな集まったし、早速紹介しよう。ダイパーダディ。なんだそれ。怖がらなくていい。悪いロボットじゃないんだ。ベイビーを世話してもらうために作った。ベイビー。違うよ、ベイビー。バブバブ。それはいいとして、早速おむつを変えて。わお。ダイパーダディはとってもいい発明。スマーフいいな。俺、発明品は嫌いだ。ちょっと履かせてくれる？皿洗いはできる？足のマッサージはやってもらえる？発明のおかげで、ベイビーの世話もおむつ替えも二度としなくてよくなるよ。バルバルのお散歩。やあベイビー。こんにちは、ベイビー。お疲れ様。左に避けてください。ちょっと。ベイビースマーブ、左に避けてください。左に避けてください。お姫様はウサギを古い塔に隠して悪い魔法使いガーダメルから。いいものを作ったな。新しいアイディアを取り入れるのもいいもんじゃ。おいおい、違う違う。左側の家を塗るのは僕。お前は右側の家じゃないか。パパスパパ、そんなこと言ってない。お前が右で僕が左。あ、ダイパーダディ、大丈夫か？バルバルが危険。どうして？バルバルが危険。下がって。どうやらダイパーダディは故障したようじゃな。早くベイビーを助けないと。バルバルを守ります。あは、いいキノコだ、アズレール。スマーフ退治の薬を作るのにぴったり。バルバルが人間、バルバルを守りなす、守りなす。アズレール、あいつを捕まえろ。左に避けてください。あ、
ダイパーダディの足跡と足跡の間にあるスペースの斜辺割る足跡の深さかけるベイビーの朝ごはんの量で、ほら行くぞブレイニー。秒速 1.98 メートルで走ってることがわかる。お前のせいだぞハンディ。自分でベイビーのおむつを買えないからベイビーが危ない目に遭ってる。俺ベイビーが危ない目に遭うのは嫌いだ。じゃあお前がやればよかったじゃないか。でもできなかったよな。指が痛い痛いしてて。おい喧嘩してる場合じゃないぞ。口出しするなヘイフティ。お前も買えなかった。俺の番じゃなかった、喧嘩してる間にベイビーが見つかる可能性はゼロに近い。そう考えると今はもう捜索に戻った方がいい。足跡をたどって向かった先を突き止めよう。うん、古い塔だ。気をつけろ。何があるかわからん。何のために火の玉を撃てるようにしたんじゃ。わかんない、かっこいいと思って。あの塔に近づこうとすればソーセージみたいにスモークされるよ。なあ蒸気はどこ。ダイパーダディ撃たないで、君にサプライズがあるんだよ。ほらプレゼント。あのいまいましい箱が役立つかもしれん。プレゼント。え、僕にプレゼント。うん、騙したの。やられた。ダイパーダディの方が一枚上手だったね。ダイパーダディの電源は切れんのか。切れるよ、後ろに電源ボタンがある。でも後ろから近づいてボタンを押すのは無理だ。わしらは近づけなくとも、もうそばに一人いる。ベイビー電源ボタンを押すんだ。ベイビーこのボタンを押して。オンオフオンオフ。こりゃ残念、壊れてるみたいだ。ガガベル、よりによってこんな時に。逃げろ。俺ガタついたドアは嫌いだ。賢い僕はソーセージみたいにスモークされない。僕がいなくなったら世界が困るよ。失敗するな、お前は魔法の薬になれるぞ。うわぁ燃えてる。あちゃあちゃあちゃあブレイキー危ない。
イエーイ、よくやった。うわっベイビー、ベイグラウチ、大丈夫か？怪我はしてないな？会いたかったよ、ベイビー。まあ、本当に可愛い。お前がおむつを替える番じゃ。違うよ、ブレイニーだ。ああ、僕の計算によるとハンディの番だよね。僕の計算によると押し付け合っている間にお前が替えられたよ。